皆さんこんにちは、エロリです。今回の企画は、はい、森永クックゼラチン万能クッキング。まあ、売ってるのはね、多分みんな見たことあるはずですけど、使ったことありますか？ない。使ったことないかも。ということで今回はクックゼラチンを使うともっと美味しくなるとの噂の料理リストを用意しましたので、はい、この中から実際に作ってみましょう。すごい。ありますね。何やこれ？小籠包餃子、パラパラチャーハン。冷めてもふわっと鶏のから。冷めても美味しいってことかな。あとなんちゃってタピオカミルクティー。ありますけど、クックゼラチンの簡単手作りグミもある。すごいね。今回はタピオカミルクティーをピックアップしているので、はい、早速作ってみましょう。レッツクッキング。まず手順1は、耐熱容器に森永クックゼラチン、コーヒーを入れて混ぜ合わせ、電子レンジ500ワットで30秒加熱するということなので、はいはいはい、じゃあ開けますか、まずこれね。すごい、こんな小型になってんだね。いつでも使える。だって普段ね、これポケットなんか入れとったらいつでも使えるの。え、何、唐揚げ作るのジューシーにしたい。 OK。でも本当ドリンクとかにも入れれるって書いてあるから。あ、そうなんだ。持ち運んでさ、さーって入れてコラーゲン取れるよ。あ、タンパク質が入ってんねん、しっかり 4.6 も。いいね、じゃあ筋トレしてる人にね。そう、だからめっちゃいいと思う、ね、入れますか。はい、で混ぜ合わせるみたいです。ってことで続きまして、これが終わったら、俺レンジ得意やで。あ、じゃあナオティーに任せましょう。電子レンジさん、誰やっても一緒だと思う。電子レンジめっちゃ得意や。500ワットで30秒加熱し、常温まで冷ましたものがこちら。こちらです。これをですね、ポイトやディスペンサーで取り、サラダ油の容器を氷に当てて、よく冷やしたサブ、よく冷やしたサラダ油に落とすということですね。じゃあこれさ、全部油ってこと？すげえ。サラダ油を冷やしてるの？すごい。さあ、ということで、このスポイトにね、溜めていきましょう。注入。大丈夫かな、ノッピーは。つけてない。一粒だけじゃちっちゃいらしいから。そう、だからなんかポンポンポンってやった方がいいっぽいよ。うわー、うまい、うまい。でもさ、意外とでかくても。ちょっと待って、溢れた。おいおい、めっちゃ出るわ。やってみる。飛びっこぐらいになってる。あ、でもうまくなってきた。うまいうまいうまい。 いや、いいやん。正解だ。あ、いいやいいや。上手上手。ということで、スポイトでね、落としたタピオカたちを今からナオティが救助していきまーす。レスキュー小宮山。すげー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 。マジタピオカや。すげー。じゃあこれを水洗いしていきます。はい、ということで水洗いも完了しましたので、はい、もうあとはこれをすくって入れるだけという簡単な作業になります。はい、おー、 いいね。タピオカやん。入れすぎないよ、4人分あるんだからな。あとね、まだいっぱいある。じゃあ入れていきます。いいね。これマジでナオティの中とウケる。え、めっちゃドバッと入っちゃった。トマトめっちゃコーヒーやし、色がやっぱ確かにコーヒーだったら合うしね。そう、 色もさ、黒いからほんまにタピオカみたいになるし、でめっちゃうまそう。タピオカ好き、もともと。でもそういうの俺めっちゃ好きよ。タピオカだけでもいけるもん俺。こうやって入れて、こうやって。お前全然ないやないか。今めっちゃ好きって話しとったのに。全然ないやんけ。他のそこ見たということで、クックゼラチン料理完成です。すごいですよ。いや、作るの大変だった。いただきます。いただきます。いただきます。アルコールで一回ね、手をね。はい、消毒しましょう。本物のタピオカや。そう、ね、タピオカがほんとコーヒーの味になって、うん、すごいこれ、ね、子供とか楽しいやろな、ね、タピオカ食べれた？食べれてるわ。から揚げ食べるよ。これ冷めても美味しいらしいからね。めちゃくちゃうまい。めっちゃ美味しい。冷たいのにパリパリなんだけど。あれ弁当とかやったら持ってこいよ、ね、これ。確かに、そんな面倒くさいことをするわけでもない、ね、入れるだけ。入れるだけなんだね。小籠包ってお家で食べれるイメージないよな。ない。こんなジューシーになるんだね。うまみの閉じ込め方すごいな、マジで、ね、うん、もっと早く知りたかった。チャーハンいきますか。すごい。
まっ。それでなんかパラパラでさ、こんな本格的にできるといいよね。うん、できるね。グミはもう何よりも簡単にできちゃうということで、持っただけでプルプル感すごい。そう、なんか新食感よ。あ、メープルだ。こっちの方がプルンプルン、マジで美味しい。うわぁ、グミじゃん。美味しいね、これ。ということで、ゼラチンに関する小ネタをここで挟ませていただきますと、ゼラチンはほぼ 100% コラーゲンなので、味噌汁やコーヒーに入れて毎日取れば美容にもいい。え、超女性の味方ですよ、これ。入れたい。しかもさ、これってさ、これ自体に味はそんなついてるわけじゃないから、ほんと何にでも入れられるし、ほんまにさ、さっき冗談で言ったけどさ、持ち歩いててもほんまにいいよな。リアルにいいと思う、ほんとにね。そしてこれちょっと驚きなんですけど、カレーに入れるとコクが出るそうです。だからめちゃくちゃ万能なんですよ、本当に。これ一つでいろんな可能性が本当に広がっていますので、ぜひ皆さんね、あのチャーハンも唐揚げも小籠包もプリンもカレーもお鍋も全部に使えますので、ぜひ皆さんね、こちらぜひ試してみてください、はい、ということで今回は万能なクックゼラチンを使って料理を作ってみました。今回ご紹介した料理のレシピは動画概要欄に書いてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それではチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。